はい、こちらは名古屋市厚田区にあります連合愛知の事務所です。先ほど午後4時20分ごろにですね、こちらのボードに記入が始まりました。こうパッと見ますと満額の赤いプレートが目立つかと思います。あ、そうですね。金属部門見ていきましょう。自動車業界、電気業界含んでいますけれども、トヨタ自動織機、物価上昇率に近い 4.2% の賃上げ上昇率要求していましたが、満額回答となっています。そして今日回答が出ているところ、電気見ていきます。こちらまた業界変わります。三菱電機、こちらは業界によって異なりますが 2% の賃上げ上昇望んでいましたけれども、こちらも満額回答となっています。ということでですね、この後また5時過ぎに、記入が始まるんですけれども、本当に松井さん、満額の赤いプレート目立ちますよね。いや、多いですね。企業の方も本気で賃上げをしてくれているのかなというところは感じますね。はい、ではちょっと詳しく伺っていきます。はい、よろしくお願いします。連合愛知の加地洋二会長に来ていただきました。よろしくお願いいたします。まだ途中ですけれども、今日の集中回答日、ここまでの回答、どのようにご覧になっていますでしょうか。はい、日本経済、産業、それぞれに課題があり、そしてここ急激な物価高、国民生活を直撃している、こういった状況の中で、今回こう示された回答は、組合員の生活を守るという観点、そして、日本経済の持続的な成長という意味で、企業側の労使、企業側のですね、労使とのいわゆる真摯な協定、交渉によって導き出された結果だというふうに受け止めています。ちょっとですね、ここでフリップ、こちらをご覧いただきたいんですけれども、今年の春闘賃上げの回答相次いで届いていますが、このようなデータがあります。こちら東京商工リサーチ名古屋支社によりますと、中部5県では85% 余りの企業が賃上げを実施するとしています。そして賃上げ率も注目されていますが、3% 以上、4% 未満、この物価上昇率に近いこの値というのが最も多くなっているんですね。ということで、このデータの背景、加地会長、どのようにご覧になりますでしょうか。やはり、物価上昇に伴ういわゆる生活防衛の観点に加え、そして企業においてはとりわけ優秀な人材を確保するという意味合い、そして、企業経営者としてもやはり日本経済を成長させていくんだという、そういう思いから、やはり今年に限ってはとりわけ賃上げが必要だという認識のことが多いのではないかと、そういうふうに受け止めています。そして、業種ごとにこれ傾向というのは見て取れますでしょうか。はい、やはりインフラと申しますか、エネルギー系はですね、厳しさが要求の中で出ています。はい、そして、逆に、堅調というか、いうのがいわゆる業績が回復傾向にあるホテルサービス業なんかは、とりわけ大きな要求水準になっていますし、製造業、今日回答が出てきている製造業はですね、大体 4% 前後の要求水準になっているという状況です。先ほども一定の評価をするというふうにおっしゃってましたよね。